日産、マーチ、ルノーパルスパルスは、フランスの自動車メーカー、ルノーが、インドにて発売していた、コンパクトカー。生産は、インドタミルナード州のチェン内近郊にあるルノーと、日産自動車の合弁会社にて行われた。2011年10月29日、概要が発表され、翌2012年1月6日に発表された。インドにおける、ルノー車のラインナップとしてはフルエンス。 これオスに続くラインナップとなった。エクステリアは V プラットフォームを採用する4代目日産、マーチをベースに、マハラシュトラシューメンバイにあるルノーデザインセンターで開発されたものである。2012年1月6日発売開始。オプションでエアロパーツや専用のアルミホイール、デカール、ルノースポールのエンブレムといった RS キットも用意される。エンジンは当初、 64PS の1 5リットルサイチェシー8バルブ直列4気筒のコモンレール式の K9 系型、ディーゼルエンジンのみが用意され、ガソリンエンジンは設定がなかったが、追って 76PS の1 2リットル d o h c 1 2バルブ直列3気筒の XH5 型ガソリンエンジンが追加されたことで、ガソリン、ディーゼルの2種となった。量 エンジンともトランスミッションは 5MT のみで AT や CVT の設定はない。グレードは RXL と RXZX X の3種で X は RXL からパワーウィンドウやリモコンドアロック、ホイールカバーなどが省略され RXZ は RXL の装備に加えて15インチアルミホイール、スマートアクセスキーシステム、プッシュスタートボタン、本比較ステアリング、 ルーフスポイラーなどが装備される。なお、全車エアバッグは、運転席側が、標準装備で、助手席側は、RXZ のみ、標準装備、他はオプションである。2015年には、販売不振により生産が一時中断、その後も需要は低迷し、2017年10月には、すでに生産を終了していたことが明らかとなった。間接的な後継者種はクイッ ありがとうございます。